転倒も、まあ、レースではなく、まあ、安定してすごく上位にいられたんじゃないかなと思います。やっぱり初めてだったんでちょっと緊張してちょっと馬折り入ってしまった部分がありました。ちょっと尾形選手とあのポイント差でもうちょっと考えながら走っちゃってたんで、まあだからそうです、そういう部分で守り入ってしまってたかなっていう、まあ良いなら大丈夫っていう頭がすごく自分の中であって、本当にできれば僕はもちろん勝利目指してたんですけど、ちょっと途中から条件が悪くなってきて、ちょっと前も結構すごい激しい争いだったし、まあできればチャンピオン取りたいなと思ったら、ちょっと確実にチャンピオン取れる方向で、僕は失うものしかないって感じなんで、もし転んでしまったら、まあだからちょっとそういう頭がありすぎました、ね、考えすぎちゃいました。そうですね、やっぱりチャンピオンってそんなに簡単に取れるもんじゃないと僕も思ってるんで、まあ事実今日もそんなに簡単には取れなかったんで、その中でちゃんとチャンピオン取れたんで良かったですね。明後日ですね、明後日夜、あ、ちょっと明日休んで明後日準備してですね、基本的に別に僕は、まあ、なるべく前に出ようっていうことしか思ってないんで、切り替えというか、まあ、あの例えば元通では元通なるべく前行けるようにっていつも心がけてました。元通でポイント取れてないんで、まあ、かなり難しいんですけど、ちょっとポイント取れるように頑張りたいですね。ちょっと詳しくは分からないんで、まあ多分年内中にはと思います。ああ、そうです、やっぱり元通選手権に出たいっていう気持ちはありますね。まあ、不安ももちろんあるんですけど、あんまりそういうことはあんまり考えてないっていうかあれなんですけど、まあちょっと来年は多分来年1年ではチャンピオン取るとか、まあ本当に多分、まあ、難しいんで、まあ来年はなんつうの、本当にまあ序盤戦は難しいと思うんですけど、後半戦になって自分もまあ慣れて、まあなるべく上位にいられればいいなと。そうですね、まあちょっとあまり自分の中で今日のチャンピオンもあまりまだ実感が湧いてない部分があって、なんとも言えない。ちょっとバレーシア終わるまで時間がないんですけど、バレーシア終わったら何て言おうかな、そうですね、何て言おうかなって感じで、まあ、バレーシア終わってからまた言うことも変わるかもしれないバレーシア してくれた皆様ありがとうございます。スポンサーの方々、メーカーの方々、チームの方々、支えてくれた方々、その方たちのおかげでチャンピオンを取ることができました。まあ、来年はちょっとまだどうなるかよくわからないんですけど、またいい報告ができるようにしますんで、よろしくお願いします。まあ、来年も引き続き応援よろしくお願いします。